よろしくお願いします。皆様こんばんは。今ご紹介いただきました、私千葉県南房総市妙福寺の、林間栄寛と申します。今月のテーマは海ということで、ちょっととりあえず背景はですね、私のお寺の近くの名宮海岸というんですけども、まあ、このビーチを背景に、そして画面では分かりづらいかもしれませんが、今日は衣も海色にして、登場させていただきました。まあ、毎日暑い、危険な気温ですかね。まあ、もうまだ梅雨明けてないのに夏のような状態ですけども、皆様も、水分補給をしながら、まあ、リラックスしてビーチでパラソルの下で聞いているようなイメージで、聞いていただければというふうに思います。初めての方も結構いらっしゃると思うので、私のお寺の立地をちょっと説明させていただくと、まあ、千葉県の南房総市というのはですね、房総半島の、まあ、最南端ですね。一番下はまあ館山市というんですけども、その少し上、南房総市という、まあ、横に広い、市なんですけども、その南房総市の、東京湾側、内房というふうに言いますけども、まあ、内房の名古屋海岸という海岸からですね、まあ、ほぼ徒歩30秒ぐらいのところに、まあ、お寺があります。で、まあ、今回、無教伝道協会の事務局の方とお話をして、まあ、お話をいただいて、でテーマは海なんですと。で、林間さんのところが海から近いから、ぜひ今回お願いしますということでお話をいただいたんですけども、まあ、テーマを聞いた時に海は難しいなって正直思いました。今まで、今いろんな話を考える中で、海をこうテーマに話を考えたことがなくて、またですね、自分にとって海って今までそんなに意識をしてこなかったんですね。まあ、目の前にあってこう当たり前ですし、まあ朝、飼っているワンちゃんの散歩にビーチに行ったり、まあ、夕日を見に行ったりと、まあ本当に日常的なものです。こう朝起きて顔を洗うような、歯を磨くような、そんな感じで海に行くので、まあ、海っていうのを改めてこう考えて、意識したところ、まあ、仏教と何かつながりがあるところを少し探っていきたいなという感じで話を考えました。まあ、同時にですね、もちろん、お話しするこの仏教というものも私にとっては非常に身近なテーマですね。テーマというか、まあ、住職というお役目をいただいているので、まあ、仏教というのはそれも同じように日常的なものですし、すごく身近なものです。で、やっぱり皆様がこう仏教をこう身近に感じている方ももちろんいると思うんですけども、結構多くの方はですね、仏教っていうと少し遠い存在であったりとか、まあ、お寺に行かないとこう教えてもらえないよねとか、また法事の時にしか関わらない、まあ、知ることのないものだと、少し非日常的なものに感じている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。今日はですね、そういう仏教の、なんていうか、皆様に私が海がもう当たり前のように日常にあるように、仏教を少し身近に感じていただくような、まあ、そういう話ができたらいいなというふうに思っています。それでですね、まあ、私が今回、まあ、海をテーマに話をする中で、まあ、実は私の趣味も海に関連していることなんですね。実は、まあ、サーフィンが趣味でして、まあ、波乗り、私の先輩に、まあ、10年ぐらい前に波乗りに連れてもらって、まあ、その方も住職なんですけど、外房で波乗りを始めてから、まあ、もう、まあ、もうすぐ10年ぐらい、サーフィンをやっていますけども、こう波のいい時に海に入ってサーフィンをしている、それが当たり前の日常ですけども、実は、まあ、10年ぐらいやっていると、こうサーフィンとこの仏道修行、仏教、まあ、仏道修行ですね、修行がすごく似通ってるなというか、相通ずるものがあるなというふうに感じています。なんか一見するとサーフィンって皆さんどういうイメージお持ちですかね。まあ、今日はこう皆さんの声を聞くことはできないですけども、大体画面のそちら側で、
聞いてる方がサーフィンって聞くと、まあ、年齢層にもよるかもしれないですけど、まあ楽しそうなスポーツだよねとか、まあ、東京五輪で結構注目されたスポーツ、そういうのもあると思いますし、またこうイメージとして少しチャラいっていうイメージをね、お持ちの方もいると思います。で、私がまあもちろん始める前はこう波乗りっていうと結構簡単にやれそうだなと正直思ってました。ところがですね、サーフィンって見るのとやるので大きく違うスポーツの一つだなと思います。一見こうチャラそうに見える人もですね、実は本当にちゃんとサーフィンやってる人ってものすごいやっぱりストイックなスポーツですし、同時にこう自然を相手にするものなので、危険ももちろんつきますね。流されてしまったり、溺れる危険性もありますし、まあ、あとは、下の方でこう頭を打ったりとか怪我をしてしまうこともあります。かなりストイックですし、こう自然との向き合いの中でこう真摯に、自分と向き合う時間を作れるスポーツだなというふうに思います。で、サーフィンをしている時に、まあ、ストイックなスポーツなのでいろいろとこう五感が働いてくるんですね。視覚であったりとか聴覚であったりとか嗅覚であったりとか、まあ味覚はあまり使わないですけど、しょっぱいなぐらいですかね。まあ、あと体の感覚、もう五感をフルに使って、波の速さ、リズム、または風の向き、あとは周りにいるサーファーたちの、まあ、場所、ポジションですね。どういう方向に向かってくるのかとか、この人はどこに行きたがってるんだろうかとか、あと位置関係とかを常に刻一刻と変わる、波の上で、そういうのを同時に把握をしながら、まあ、波乗りをしていく、まあ、波乗りをサーフィンを楽しんでいくんですけども、このサーフィンをする上で私だけではなくて、おそらく多くのサーファーが口を揃えて意識していることがあります。何だと思いますか、皆さん。多くのサーファーたちがおそらくいろんなところに意識を向けながらも最も注意深く意識を向けている場所、まあなかなかね、こうサーフィンやったことないイメージが湧かない人は難しいかもしれませんけども、実は自分の呼吸なんですね。私は少なくとも一番意識を向けている場所は自分の呼吸です。まあ、なぜかというと、さっき言った通り、海を相手にしているので、まあ、すごく危険は伴いますし、ストイックなスポーツです。サーフィンをするためにビーチから外の沖まで出るときに自然には運んでくれないんですね。自分でパドリングをして向かってくる波を乗り越えて、または下を潜ってようやく沖に行って初めてそこからサーフィンをすることができるわけなんですけども、自分が今の体の状態、これから波に乗る状態にちゃんとあるかどうか、もう心拍数、心肺がバク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 いって、もう息がゼー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 上がってる時には、その状態で波に乗ろうとしてもやっぱり追いつかないですし、危険です。波に置いてかれて下に巻き込まれたりしてしまう。自分の体の状態を知る意味で、まずは呼吸を観察します。呼吸に意識を向けると、自分の今の心拍数、体の状態、疲労具合、そういうのを、まあ、如実に知ることができるんですね。自分の体の状態、疲労具合、まあ、お心臓の状態ですね。そこを無視して、波が来たから、じゃあパドリングして乗ろうって言っても、まずなかなかうまくいかないですし、もし途中で、波に巻かれてしまって、水中に、連れてかれたら、10秒、20秒浮き上がってこれないので、やっぱ苦しくなってしまう。自分の体の状態をしっかりと把握して、今、この状態でこの波に乗ることができるのか、把握する上で呼吸ってすごく大切です。まあ、同時に、呼吸を整えていく。深呼吸をして、今の疲労を少しでも軽減して、そこの向かってくる波にこう準備をしていく、まあ、それが一つ体を
の状態を知る意味で呼吸に意識を向けます。同時にですね、心の状態も知ることができます。波が来る。普段の波だったら、まあ、そんな緊張するとかないんですけども、例えば多くのサーファーが、テンションが上がるときがですね、台風の前後なんですね。で、特に台風が過ぎ去った後、バックスウェルって言いますけども、台風が過ぎ去った後に残った波が非常にきれいにこう割れてくれる。また、いつもそこまで高くない波がすごく高くなるんですね。オーバーヘッド、頭のサイズであったりもうちょっと高くなったりとか、なかなかこう千葉でも、お目にかかることできないサイズになると、やっぱり行きたくなります。で、そうすると楽しい好奇心はあるんですけども、同時に見たことないサイズになると恐怖も正直あります。見たことないサイズの波が沖から迫ってくる。大丈夫なんだろうか、これ失敗したら苦しいなとか、いろいろ考えます。そうすると体が緊張してきて硬くなっていくんですね。硬くなっていくとどうなるかっていうと、ちゃんと動くことができなくて、やっぱり失敗していく。そうすると、水中に引きずり込まれて、苦しい思いをする。悪循環になります。そういう時には自分の心の状態を呼吸で、ちょっとなんかこうバクバクしてるなとか緊張してるなっていう時に、少し深呼吸をしたりとか、自分の呼吸に波を見るんではなくて、自分の呼吸に意識を向けてあげると気持ちが落ち着いてきます。そうすると迫ってくる波に対して、適切な準備をして行動を起こしていくことができる。こういうふうに自分の心と体の状態を知る上で、サーフィンをする時に呼吸ってすごく大切です。この部分が実は仏道修行とすごく親和性が高いというか、つながるなっていうふうに、この10年で感じています。仏道修行の根幹っていうのは、多くの方ご存知だと思いますが、特に行と学っていうふうに仏教はありますけども、学は、経典とかでこう学ぶこと、知識として勉強していくこと、行っていうのは修行ですね。修行の土台は瞑想になります。仏教の修行の土台は瞑想ですね。瞑想修行。その瞑想修行の土台っていうのは、基本は呼吸を観察することです。自分の呼吸に意識を向けて気づいていくこと。これが、瞑想の基本になっていきます。例えば古い経典で言うと、アーナパーナサティスッタ、パーリ語ですけども、アーナパーナサティスッタ。これ簡単、日本語に訳すと簡単ですね。出る息、入る息を観察する、経典みたいな、出即日即観っていうふうに言いますけども、アーナパーナサティスッタとか、あとマハパティサッターナスッタ、これは大念処経って言って、瞑想を勉強したりとか、修行する人の、バイブルのような経典があります。仏教の経典でバイブルっていうのも変な話ですけども、すごいそれぐらい、有名な経典がある。これも最初の出だしは、自分の呼吸を観察しなさいっていうところから始まります。自分の呼吸が浅いのか深いのか、早いのか遅いのか、そういうところに気づくことから瞑想は始まるんだ。そういうふうに、書いてありますけども、仏教の修行の土台は、本当に呼吸と言ってもいいと思います。呼吸に気づくことが自分の心に気がつくこと、そういうふうにつながっている。それが、サーフィンとすごい似通ってるなというふうに感じています。呼吸のことをですね、私たちは普段もう一つ言い方がありますね。息というふうに書きます。息、呼吸を、息というふうに言いますけども、息っていう漢字、難しい漢字ではないですね。よく見る漢字ですけども、よくよく見ると自分の心っていうふうに書くんですね。自分の心。息というのは、呼吸はまさに自分の心を知らせてくれる大切な、サインなんだということが、この漢字からもお分かりになると思います。私たちの日常は、日常生活していると、いろいろな、
感情であったり思考に振り回されますね。感情や思考が湧いてきます。例えばお仕事してて理不尽なことがあればイライラすることもありますし、例えば、緊張するプレゼンの前とかでは、まあ、不安で足がこうガクガクと震えたりする方もいらっしゃると思います。あとは例えばなんかこう同期の人が自分よりも先にこう出世したりとか、まあ、あとは褒められたりとか認められたりすると嫉妬心が生まれるかもしれないです。まあ、日常生活の中でいろんなこう感情や思考が頭の中で渦巻きます。特にネガティブなものっていうのは私たちのこう心をね捉えて頭の中をいっぱいにしてしまいますけども、この思考や感情っていうのが湧き起こるっていうのは当然ですね。当然というか、まあ、人として当たり前。私がまあサーフィンをしてて目の前に今まで体験したことない大きな波が来たら、楽しみに来て自分で来てるのにもう帰りたいなって思いますし、不安にもなりますし、恐怖ももう頭の中恐怖でいっぱいフリーズすることもあります。まあ、そういうふうにいろんなこうネガティブな感情といいますか、不安や恐怖や怒りっていうのは当然湧いてきます。それは人にとって必要だから湧いてくるんですけども、この湧いてきた感情をそのまんま口に出すか頭の中に留めておくか、思考や感情を頭の中に留めるかそのまんま口に出すか、これは大きな違いがあります。頭の中に湧いてくることは当然仕方ないことです。もうそういう考えが浮かんでしまうのは人間として当然のことですけども、それを口に出すかどうかっていうのは、まあ、私たちが選択できますね。選ぶことができる。言葉を言い換えることもできるし、頭の中に留めておくこともできる。まあ、その不安をただもう周りにぶちまけたら、周りの人も不安にしてしまうかもしれないし、頭の中に浮かんだ怒りをそのまま周りの人にぶつけたら、まあ、十中八九、いい気持ちする人はいないですよね。まあ、もしくは自分自身も傷つけてしまうかもしれない。こういう時は、やっぱり一呼吸置くっていうことがとても大切です。そう、感情や思考がどんどん湧いてきて、特にネガティブなもの、不安や怒りや、嫉妬、いろんな感情にこう頭の中がいっぱいになった時、そのまんま言葉に出すんではなくて、一寸呼吸を入れる。深呼吸をして心を落ち着かせたり、または自分の呼吸を少し意識を向けて落ち着くまで待ってみる。そういうふうに一呼吸を置くっていうのがとても今大切だと思います。なぜかと言いますと、今こうやってオンラインで配信をさせてもらってますけども、テクノロジーの進化って私たちにとってすごい便利ですし、いろんな可能性を広げてくれています。ですが、例えば SNS とかコミュニケーションの取り方がどんどん変わってきてますけども、 SNS とかはもう見てると自分の感情をもうそのまま頭の中パカッて開いて出したんじゃないかっていうぐらいの感情のむき出しの人って結構いらっしゃいますよね。で、それによってポジティブというよりはむしろこう誹謗中傷であったりとか、自分の他にリアルにはこう語れない、なんていうんですかね、実名じゃないからできる SNS もありますけども、そういうふうにリアルには語れないようなこともどんどんそこではぶちまけていく。そうやって、自分の中にある負のものをそのまんま、脳から出したように、直結したように出していってしまう。まあ、そういう人がこうやっぱり増えて、だんだん増えてますし、それがこう脳の癖となって日常でも現れてしまうことになってしまうと、やっぱり人間関係なかなかうまくいかないですし、こう摩擦も起こってしまう。そんな中で、もし頭の中にそういうことが浮かんだりとかしたら、こう一呼吸を置くっていうのを少しね、大切にしていきたいと思います。なかなか普段私たちは自分の呼吸を気づく、自分の呼吸に意識を向けるっていうことをね、しないと思います。まあ、反射的にこう深呼吸をするとかっていうのは習慣的にやってる方もいらっしゃると思いますけども、
本当に大切なスキルだと思いますし、実はそれが仏道修行のもう本当に根幹、土台だというふうに思ってください。呼吸を意識をする、深呼吸をして自分の心を知る、そして心を落ち着かせていく、そういう習慣を日常に持っていただきたいと思います。日蓮聖人の言葉で、私が好きな言葉がありまして、今日はね、ご紹介をしようと思います。ちょっと見づらいかも、もしかしたら反転してて見づらいかもしれませんが、ギリギリこう あれですね、私の体で透けてしまいますけども、まあ、読んでいきます。災いは口より出て身を破り、幸いは心より出て我を飾る。災いは口より出て身を破り、幸いは心より出て我を飾る。まあ、こういう言葉があります。まあ、口は災いのもととかってよく言いますけども、私たちがもう感情の赴くままにもう口に出して、人にまあ怒りや不安や、いろんなネガティブなマイナスな言葉をぶつけていると、人が嫌な気持ちをするだけではなくて、翻って自分自身の身を破ってしまうんだと、まあ、自分を傷つけることになる。だけども、その言葉をただ伝えるんではなくて、少し一寸、まあ、呼吸を入れて、少し客観視をして、その言葉を伝えなきゃいけなくても、違う言い方に変えたりとか、相手の気持ちに寄り添って、少し、まあ、優しさを込めて、言い方を変えて傷つかないようにという、相手に寄り添って言葉を選んで、伝えると、その心から出た言葉は自分自身の身を飾るんだと、まあ、自分の徳になっていくんだよという言葉です。すごく大切な言葉だと思います。今自分の感情をただひたすらぶつけることが、多くなってきている世の中で、一呼吸を置いて心から出た言葉、心を持って出した言葉は自分自身を飾ることにつながるんだと、そういうような意識を持って、日常言葉を選んでいただけるといいと思います。頭の中に浮かぶ感情や思考はもうどうしようもないですし、それは人として当然だけども、口に出す時には一寸を置いて自分の心で考えて、相手にとってどういう言葉を選んだらいいかなということをちょっと考えて伝えてあげる。それだけでも、相手の幸せも変わりますし、翻って今度は自分の身を飾る、自分の幸せにも、返ってくる。そういうふうに考えていただければいいかなと思います。私たちがこう口から吐く、まあ、呼吸は吐くというふうに言いますけども、呼吸だけじゃなくて言葉もまあ吐くというふうにも言いますね。言葉を吐くと言いますけども、吐くという言葉、字ありますね。口から出る。で、私たちの口から出るものは、普通にしてればいいことも悪いことも言います。ポジティブなこともネガティブなことも言います。プラスのこともマイナスのことも言う。だけども、浮かんできたものはしょうがないですけども、言葉にするときには、なるべくポジティブなもの、プラスの言葉を出してあげる。まあ、言葉には言霊っていうふうにありますけど、なるべく、プラスのことを出していく。マイナスな感情でも少しポジティブに変換して伝えてあげる。こういう心がけをしていくとですね、口から出される、プラスのものがどんどん大きくなっていく。そしてマイナスが減っていく。そうするとどういう言葉ができるかっていうと、叶うっていう字になりますね。プラスのものが大きく、マイナスのものをなるべく減らしていく。難しいと思いますけども、口から出すときは、言葉を出すときは、なるべくプラスのことを言ってマイナスを減らしていく。そうすると皆様の叶えたいこと、幸せであったり願いが実際に叶っていくと。これは一見ね、言葉遊びのように感じるかもしれませんけども、私はこれは真理だと思います。やっぱり、
前向きなことを言ってる人の周りには人が集まりますし、いつもマイナスなこと、ネガティブなことを言ってる人にところからは人は遠ざかっていきます。人が集まる人は人の助けを借りることができます。そうやって願い事が叶っていくんだというふうに思います。難しいですけども、日常生活いろいろありますが、頭の中に浮かんだこと、渦巻いていることをただ口に出すんではなくて、ちょっと自分の一呼吸を入れて、プラスのことを大切に、マイナスのことを、なるべく口から出さずに心に留めておく。そのようにお過ごしいただくと、皆さんのところに、幸せが届くと思いますし、願い事が叶うんではないかというふうに思います。今日は海をテーマに、呼吸の話をさせてもらって、皆様の日常生活の中で仏教が身近で、そして役に立つんだということがお伝えできればよかったかなと思います。この話を聞いてですね、わずか20分30分ですけども、面白かったな、ためになったな、またこの人の話聞きたいなって思うことは、そういうポジティブな意見はですね、どんどん事務局の方に伝えていただいて、ちょっとこの人の話分かんなかったな、しょっぱいなっていう時はですね、どうぞ思っていただいてもいいので、口からは出さないで心の中に留めておいていただければ、ありがたいなと、私が幸せになるなというふうに思います。今日は私のお話を、長々と聞いていただきましてありがとうございました。